フレデリック・クライスト・トランプは、ドイツ系アメリカ人の不動産開発業者、事前家である。息子に、実業家である第45代、アメリカ合衆国大統領である、ドナルド・トランプ、娘に、アメリカ合衆国連邦裁判所判事の、マリアン・トランプ・バリーがいる。彼は、ニューヨーク市クイーンズ区では単世帯向け住宅を、東海岸にある主要な合衆国海軍造船所の近くでは、 職員が住む長屋や庭付きアパートを、ニューヨーク市全体では2万7000を超えるアパートを建設、運営した。1954年には公的機関との契約で道理を得た疑いで上院の委員会から調査を受け、1973年には市民権侵害の疑いで司法省の調査を受けた。また、著名なフォークシンガーソングライターである、 ウディガスリーから批判されたことでも知られる。ニューヨーク市ブロンクスクにて、エリザベス・クライストとフレデリック・トランプのもとに生まれる。姉エリザベス・トランプ・ウォルターズと、弟ジョンがいた。父フレデリックは、もともとの名をフリードリヒといい、1885年に、ドイツ・プハルツ地方の小都市である、カーンスタットから、ニューヨーク市に移民してきた人物であった。1902年に一時帰国し、 かつての隣人の娘であったエリザベス・クライストと結婚している。トランプという名字はアメリカへの移民の際にトルンプと誤って記録されたという。ボストングローブは先祖代々の名字であるダランプフがドイツ30年戦争を経てトルンプに変化したのではないかと報じている。フレットの両親は共にドイツ生まれであったが第二次世界大戦が終わった後何十年も フレッドは、知り合いや友人に、自分はスウェーデンにルーツを持つと言い続けていた。甥いのジョン・ウォルターは、居住者にはユダヤ人も多くいたので、当時はドイツ系だと知れることはまずかったのですと述べている。13歳の時に、父フレデリックが亡くなったため、学校の放課後には木材を建築現場に運ぶ、馬方として働かなくてはならなかった。 1927年のメモリアルデーにニューヨーク市クイーンズ区でクークラックスクランがデモを行った。彼らは喫水のプロテスタントがローマカトリックシントであるニューヨーク市系に迫害されていると主張していた。フレッドはデモ隊解散命令に従わなかったとしてその日に逮捕された7人のうちの1人であった。ロングアイランドデイリープレスは記事内で逮捕された7人は KKK の清掃をしており、そのためフレットも KKK のメンバーであると推測した。フレットの息子であるドナルドは2015年にニューヨークタイムズに問われた際、父の逮捕に関する記述をすべて否定し、父は別の場所に住んでいたと答えた。しかし2016年2月、ワシントンポストは国政調査の記録を用いてフレットが逮捕時に 当該地域に住んでいたことを明らかにした。フレッドは大工をはじめ、設計図を読み取る訓練を受けた。1920年には15歳で不動産業、建設業をはじめ、エリザベス・トランプさんという会社を母、エリザベス・クライスト・トランプと共に設立する。母エリザベスは、名義合詞をしたのではなく、実質的な経営者であり、フレッドが21歳になるまでは小切手に、 サインするのは彼女の役割であった。1923年には800ドルを母エリザベスから借り、ニューヨークシクイーンズク、ウッドハーベンに最初の家を建設して7000ドルで売り払う。1927年、フレッドが22歳の時にエリザベス・トランプンは正式に株式会社化した。1920年代後半には、 クイーンズ区に単世帯向け住宅を建設し始めた。一千3990ドルで売られていたという。1930年代半ばには、世界大恐慌のさなかに、ウッドハーベンにて、トランプマーケットという名のスーパーマーケットを展開し、自分で買うのは安心だ。という広告でしわたたく間に、人気店となった。しかしわずか1年後に、 キングカレンというスーパーマーケットチェーンに売り払っている。トランプビレッジ第二次世界大戦中には、東海岸にある合衆国海軍の主要な造船所の近くに、職員向けの長屋や庭付きアパートを建設した。戦争が終わると、中流階級向け家族住宅に手を広げ、1949年には、ニューヨーク市ブルックリンクのベンソンハーストに初和平分を、1950年には、 コニーアイランド近くにビーチヘイブンを建設した。1963年から1964年にかけてはコニーアイランドにトランプビレッジという名の共同住宅を7000万ドルかけて建設した。1954年には公的機関との契約で暴利を得た疑いで上院の委員会から調査を受けた。これにはビーチヘイブンの建設費を370万ドルと 誇張した疑いも含まれる。上院銀行委員会の承認関門において、ウィリアムカイマッケナが、この調査は、連邦住宅局内におけるスキャンダルであると指摘し、フレッドとそのビジネスパートナーであるウィリアムとマセロを、FHA を使うことで設けた、建設業者の例として挙げた。彼らはまず34,200ドルで土地を買い、 自分たちの会社に年6万ドル超の利用料で貸し出す。たとえその地に建てたアパートに一人として借り手が現れなかったとしても FHA は150万ドルを支払う必要が生じる。フレッドとトマセルはアパートにかかる費用よりも350万ドルもの利益を得る計算となるとマッケナは指摘した。フレッドは翌月の承認官門にてその利益は 偶発的利益であると主張した。戦後のローン保証制度のもとでなら、建設業者はアパート建設に乗り出さなかったであろうと述べている。この証言を受けて1954年9月には、ビーチョヘイブン居住者2500人がフレットと FHA を訴えた。フレットは意図的に偶発的利益を生み出し、実際にかかった建設費よりも400万ドルもの利用料を 受け取っており、結果として賃料が不適切なまでに跳ね上がったというのである。フレッドはその後もニューヨーク市にある広大な共同住宅を通じて手頃な価格の住宅を建設、運営していった。また、テラスハウスをブルックリンクやクイーンズ区に建設、運営した。1968年には息子のドナルドが22歳でエリザベストランプ &3 に入社。 1974年には社長に就任し、1980年に社名をトランプオーガナイゼーションに変更した。1970年代半ばにはフレッドはドナルドに100万ドルを借りており、それもあってフレッドがブルックリンク、クイーンズ区に固執する一方でドナルドはマンハッタン区で不動産業を始めることとなった。ドナルドは後に知っての通り成功者の息子は 父という競争相手を持たざるを得ません。私は父と別の地区で仕事することでマンハッタン区を独り占めできたのですと述べた。1980年代には後にイスラエル首相となるベンヤミン・ネタニヤフと友人となった。著名なフォークシンガーソングライターであるウディガスリーはフレッドを批判し多くの人々の心に人種差別的像をかき立ててきたと告発する歌詞を書いた。 1973年には司法省が黒人に部屋を貸さなかったとしてトランプオーガナイゼーションを公民権侵害の疑いで告発した。全国都市同盟が黒人と白人の調査員をそれぞれトランプオーガナイゼーション所有のアパートに派遣したところ白人は借りることができたが黒人は断られた。法定記録によると4名のアパート管理人、住宅圧線業者が トランプオーガナイゼーションのセントラルオフィスに誰に住居を貸したか誰に貸し出しを断ったかの一種別報告書を送ったと証言した。ビレッジボイス氏はある住宅圧戦業者がフレットに黒人に住居を貸さないようまたすでに住んでいる黒人には退居を促すよう指導されたと報道した。1975年に司法省により かつて協議されたものの中で最も遠大な計画の一つと称される同意判決が出された。フレッドは、空き部屋の広告をマイノリティ向け新聞、雑誌に出すこと、全国都市同盟と共同で空き部屋のリストを作成することを義務付けられた。そして、フレッドらが人種差別的行為を何度も繰り返した結果、人種間の機会平等が相当に阻害されたと結論付けた。 フレッドは晩年、6年間アルツハイマー病を患った。1999年6月に肺炎を発症し、ニューヨーク市ニューハイドパークにあるロングアイランドユダヤ人メディカルセンターに入院し、数週間後に93歳で死去した。資産は家族によると2億5000万ドルから3億ドルとされた。葬儀は共同改革派プロテスタント、 オランダ教会のマーブル共同協会で取り行われ、ニューヨークシクイーンズク、ミドルビレッジにあるルーテル全周波共同墓地に葬られた。妻、マリーアンは続く夏に88歳で死去した。フレッドは妻であるマリーアン・マクラウドと共に、ジャマイカホスピタルメディカルセンターにトランプ文化を寄付した。また、全米人臓基金や重度障害児に普通教育を受けさせることを目的とした。 地域住民の協会、農政省に麻痺基金にも活動拠点を提供した。また、ホスピタルースペシャルサージャディートロングアイランドユダヤ人メディカルセンターに事前寄付を行った。イスラエル交際の主だった出資者でもあった。1960年代にはニューヨーク市フラットブッシュにビーチヘイブンユダヤ人センターを建てる用地を提供している。 ニューヨーク,市クイ委員族にあるキューフォレストスクールの運営委員も務めた。1939年にフレッドはスコットランド系移民のマリーアン・マクラウドと結婚した。マリーアンはスコットランドのルイス・ハリス島に生まれ、1930年5月2日にグラス号発のイギリス優先に乗り、18歳の誕生日の翌日にニューヨークに到着した。乗船リストには、 彼女がアメリカに永住したいこと、職を探していること、祖国に戻るつもりはないことが記されている。仕事欄には姉であるマリー・ジョアンと同じく、メイドと記されていた。ニューヨークにたどり着いた時、マリー・アンは50ドルしか持っていなかった。その後、家事労働者として少なくとも4年間働いた。1934年には一度スコットランドに里帰りし、 再びニューヨークに戻っている。再入国許可証をワシントンで得て再度、メイドとして登録し、姉のキャスリーン・リードと共に住んだ。1940年の国勢調査によると、マリー・イアンは1935年4月の時点で、ニューヨーク市でエボンシャーロードに住んでおり、ここはフレッドが家族と住んでいる地でもあった。この調査では、マリー・アンは、アメリカ市民と誤って記載されているが、 実際に彼女がアメリカに帰化したのは1942年3月10日である。フレッドには5人の子供がいた。年長から順に、マリアン、フレデリック・フレッド・ジュニア、エリザベス、ドナルド、ロバートである。フレッド・ジュニアは父フレッドに先立ち、42歳でアルコール中毒の合併症で亡くなっている。ありがとうございます。